ブルーレ完売。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りします。こんばんは、黒田梨沙です。今日は南区大楠にあるブランド鶏や牛肉にこだわったお店、焼き鳥焼き牛県にお邪魔します。西鉄平尾駅から歩いて10分、日赤通り沿いにある焼き鳥焼き牛県。細長い店内にはカウンター席やテーブル席があり、居心地の良い空間になっています。スタッフの福田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはどういったお店ですか？牧草牛を使ったお料理と朝倉育ちの古書系を使った焼き鳥をメニューを出しております。おすすめメニュー教えてください。はい、そちらが特選イチボの牧草牛の炙りたたきになっております。どんな部位なんですか？一頭からわずかしか取れないお肉の旨味の多い赤肉になっております。おいしい。旨味が強いですね。そうですね。で、周りは炙ってある部分と、はい、中はちょっとレアで、2つの食感が一度に味わえるっていうのもいいですね。そうですね。この焼酎に合うお料理教えてください。荒木豆腐店の厚揚げになっております。揚げたてなので外はカリッと中はふわっと、自家製のだし醤油をかけてお召し上がりいただきます。荒木豆腐店のお豆腐はどんな特徴があるんですか？そうですね、甘みの強いお豆腐になってますので、うまみも多いですので美味しくお召し上がりいただけると思います。うん、おいしい。お出汁もしっかり甘さがあるんですけど、お豆腐のうまみが勝ってる。しっかりお豆腐の味も味わえますね。ふわっと甘い荒木豆腐店の厚揚げと爽やかな焼酎がよく合います。ありがとうございます。それでは最後に一言どうぞ。朝倉育ちの古書系を使った焼き鳥、牧草牛を使ったお料理をご用意しております。古書系を使ったスープで作った中華そばもご用意しておりますので、気軽にお立ち寄りください。では福田さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りしました。